小高い丘の上に見えるピンク色の屋根。ここには子供から大人まで毎日いろいろな世代の人がやってきます。めちゃめちゃ楽しいです。リフレッシュできますね。経験っていうのが広がるのですごいいいなと思ってます。はい、大事な場所です。ここは誰もが集えるみんなの広場です。福岡県の中部に位置する人口13万人の町、飯塚市。周囲を山に囲まれたこの町は水と緑に恵まれ、古くから筑豊地域の中心都市として栄えてきました。明治時代以降、筑豊炭田の中心的役割を果たしてきた飯塚市は炭鉱の町として発展しました。町に残るボタ山はかつての石炭産業の面影を残しています。市内北部の豊かな自然に恵まれた生蔦地区。この地域にたくさんの子どもが集まる場所があります。ここは集いの広場飯塚と言います。廃園になった幼稚園の跡地を飯塚市から無償貸与していただいて、私たち民間の者が協力し合って開けている施設なんです。で、なんていうのかな、誰もが使える、誰でも来れる、だけど自分たちの責任で使い合いましょうということでここをオープンしています。平成14年、行財政改革によって廃園になった生蔦幼稚園。施設の跡地利用をめぐって、住民と飯塚市の間で何度も議論が重ねられました。資産価値もあったもんですから、何か有効活用する術がないかと、そういったところでいろんなボランティア団体の方々とお話しする中で、自分たちがやれることを一つ一つ行動に移していこうよというようなところでの、一つの町づくりを進めていったというようなところはあると思います。子どもの施設は子どものために使いたい、こうした住民の思いを受け、廃園になった幼稚園は平成15年、子育て支援のためのスペース集いの広場飯塚としてオープンすることになりました。広場の特徴は、地域住民のボランティアが自主的に運営を行い、それを行政が支援しているということ。現在10団体が運営協議会を結成し、協力団体と連携して運営に当たっています。廃園ということじゃなくて、残せだけじゃなくて、お互いが何かで生きる方法を考えようという形で進められて、立派な、私は組織というかね、それが出来上がったということは非常にありがたい。集いの広場では幼稚園施設という環境を生かして様々な活動が行われています。幼児と保護者の触れ合いスペースとして開設しているホットルーム。親子が生活スタイルに合わせて気軽に立ち寄れる場所として週に2日開放しています。子育てっていうのはだいたい楽しいものですよね。だからみんなでお友達のお家に行くような感覚でいつでも来ていただいて楽しんでいただけたら、その一日が楽しいかなと思って。子育ての負担を少しでも軽減してもらうために始められたホットルームは、親子で楽しく過ごすだけでなく、お母さん同士の仲間作りの場所としても利用されています。月木は子どもの体調が良ければ大体毎回来てます。
同じぐらいの子が多いので、はい、いろんなあの情報交換をさせてもらってます。今年4月に京都から引っ越してきた田代さん。2歳の子供を持つ田代さんは毎週ホットルームに通うのを楽しみにしています。たわいのないお話だったり会話だったりができたりするのもすごくこう楽しいし、喋ることによってなんかストレスちょっと軽くなるかなとかっていうのもありますし、うん、それが一番私にとっては一番大きいかなと思います。こちらの教室では英語の授業が行われています。さまざまな理由で引きこもりや不登校になった子どもたちを支援するため子育てオアシスがフリースクールを開講しています。まあ、人生の問題ですからね、引きこもりはそのままですから、家から出る場所をね提供しようというのが一つと、それから学校に復帰してもあるいは社会に出てもね、やはりある程度の学力を身につけておかないと展望がないので、多くの方々のね協力いただいて、じゃあ学習面もフォローしましょうと、ということで、まあ、やってきたんです。ここでは教育の経験を持ったボランティアが集まって子どもたちの学習をサポートしています。かつて数学の教師をしていた白土さんは退職後もこうして子どもたちと関わっています。いろんなまあ悩みを持って普通の学校から逃れてきているわけですが、もうここに来たら本当に明るくてですね、朗らかで一生懸命勉強します。まあ、子どもたちに教えるというのが楽しいからですね、今まで続いてきているんだろうと思います。以前この幼稚園の保護者であった長岡さんは広場の魅力をこう語ります。みんなでできることから始めようって言って始めたのが集いの広場なんです。みんなが子どもたちのために何かやろうかな、子どもたちと一緒にしようかなっていうところの気持ちが素敵だなって思います。この日広場に集まったのはワイワイキッズのメンバーたち。舞台鑑賞と自主的体験を活動の柱にしている団体です。小学校高学年になると参加できる夏のキャンプに向けた話し合いが盛り上がっています。ロシアンルーレットとか肝試しとかをしようって話し合ってます。楽しくて面白いキャンプにしたいです。ワイワイキッズの活動は子ども一人一人が自主的に関わることを大切にしています。集いの広場は地域や年齢の異なる仲間が一緒になって活動できる場所として絶好の環境です。自分のもう一軒の家じゃないけど、ワイワイキッズのもう一つの居場所として、みんな安心して使ってると思います。子どもたちと関わっていて、もう自分も成長させてもらっているし、ものすごく人との関わりというところで気づくものがとっても大きいので、私にとって今は大切な居場所になっています。廃園になった幼稚園を地域資源として活用し、地域のみんなで広場を作っていく、こうした住民自らが行う積極的な取り組みが評価され、 NPO 法人集いの広場飯塚は平成20年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。一生懸命自分たちで時間を作った中で集いの広場に集まって自分たちができることを少しでも地域住民地域に還元していこうと、そういったやっぱり日々の積み重ねが今の大きな成果になっておると。子どもが地域で安心して暮らせるようにという願いはさまざまなニーズに応じた活動へと広がっています。
集いの広場ではこんな活動も行われています。障害のある子どもたちに充実した日曜日を過ごしてもらおうと、社会福祉協議会が日曜広場という預かり事業を行っています。やっぱ預かっていただくとちょっと自由が利くので、その間にいろんな用事ができて助かりますね。目が離せないので、はい、で本人も自宅ではない他の方々とね一緒に過ごせるんで楽しいと思います。まあ、知らない場所であったり人が多かったりすると本人としては楽しむことができないことが多いので、ここは本当に大変ありがたいなと思って利用させていただいてます。子どものサポートをするのは地元の高校生や大学生のボランティアです。日曜広場は子どもにとって社会参加の場になるだけでなく、学生が社会福祉を学ぶきっかけにもなっています。ボランティアに興味があって、あと障害を持った子と関わったことがなかったので、ぜひ関わってみたいなと思って参加しました。子どもにとって家庭と学校以外での活動は貴重な経験の場でもあります。さまざまな人と触れ合うことで子どもたちには変化が生まれてくるようです。みんなとやっぱ遊んでるうちに、遊ぶの中にもルールあるじゃないですか。それを少しずつ学んで普通学校に戻った子とか、そういうことがやっぱいますね。だから嬉しいなと思いますし、はい、毎年7月に行う一大イベント、広場お誕生祭り。この日は関係団体や地域の人が一堂に集まり、みんなで広場の設立を祝います。年に一度記念日みたいにしてやってるんです。老若男女問わず、ね、楽しい一日になったらいいと思います。祭りのスタートと同時に広場は大盛況。出店やゲームコーナーの前は多くの人でにぎわっています。ホールではこんな交流が行われています。孫がいないからね、ここ来てね、だから自分の孫みたいでね。普段接する機会の少ない子どもと高齢者が一緒になってお祭りを楽しんでいます。園外保育の一環として広場を利用している地元保育園の子どもたちはお遊戯を披露して盛り上げます。大人の方との関わりとか、違う園、地域の子どもたち、在宅の子どもたちとも関われるっていうところがとてもいいと思います。関わる人がたくさんいて、本当にいつでもね、何かあったらここに来てごらんって言って、来て一緒に何かしましょうって言える広場であったらいいなと思っています。広場に行けば仲間がいる、そんな居場所づくりを目指してスタートした活動は、人と人をつなぎ地域のネットワークを広げています。街の未来を支える集いの広場には今日も明るい声が響き渡ります。